今回は受かる企業研究のやり方スペシャルです。じゃあ関心を持ったら何から始めます？まず、ホームページを見て採用の募集要項とか、あとは給料とか私がぜひお勧めしたいのは決算資料と中期計画の資料、多分グッと差がつくんじゃないかなと思います。じゃあどこ見ればいいのってわからないと思うんで、ちょっとやってみようかなと思います。就活会議。さあ始まりました、就活会議。今回は受かる企業研究のやり方スペシャルです。今回も企業研究のプロ、業界研究編集長の小波さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。阿部さん、今就活してるっていうことなんですけども、見てる業界とか特に気になってる業界とかってあったりするんですか？個人的に人材業界に注目して見ていっています。今回ちょっと実際に具体的な企業研究をいきたいなとは思ってはいるんですけれども、なんで企業研究ってした方がよりいいんですかね？多分志望動機を作る上で、自分がどんな仕事をしたいかっていうのを絞っていくと思うんですけど、多分学生の方が抜けているポイントは、その企業がどうやって稼いでるのかなっていうことで、それを知っといた方が採用する側からすると目線が合わせられるっていうか、あなたの会社はこういうふうにしていて、私はそこに対してこういうふうに共感をしたので、そこでこういうことやりたいですっていうふうに言われると、企業の側からすると、あ、よく調べてるねっていうふうになって、採用したい学生だっていうふうに多分思われるチャンスも増えると思うんですよね。じゃあどうすればいいのって話じゃないですか。人材サービスだったら、人材業界の業界地図を見ていただいて、どんな分野に分かれてるのかな、例えばポートを受けようというふうにすると、採用サービスに多分入ると思うんですが、いずれにしろ人材サービスの業界っていうのは今すごい人手不足で、企業は困っているので、市場自体はすごい伸びていると、まず抑えた上で、じゃあその中でポートという会社はどうなっているのかなっていうふうに関心を持つっていうのが、まず第一歩かなと思います。じゃあ関心を持ったら何から始めます？まず、ホームページを見て採用の募集要項とか、どういう人が欲しいみたいなのとか、あとは給料とか私がぜひお勧めしたいのは、会社のホームページと採用ホームページって多分みんな見ると思うんですよ。あんまり多分見てないのが決算資料と中期計画の資料、社長のインタビュー、この3つを増やして5つにすると、多分グッと差がつくんじゃないかなと思います。じゃあどこ見ればいいのってわからないと思うんで、ちょっとやってみようかなと思います。まずポートのホームページ、ざっくり企業情報とか見たりしてみましょうか。多分ここにそもそも何をしている会社かっていうのが書かれてあると思うんですよ。事業内容って書いてますよね。で、インターネット媒体とした新卒就活生向け求人情報提供サービス、一言で言うとこういうことをやってる会社だ。ただこれだけじゃよく分かんないじゃないですか。一番簡単に分かるのが株主投資家情報、会社紹介資料ってありますよね。分かりやすく個人投資家向けにちゃんと資料をまとめていたりするので、そういうのがある会社だと、それを見れば非常にコンパクトに会社の中身が分かると思うので、まず一通り見てみるっていうことがいいのかなと思います。で、順番に見ていくと、なんとなくこういうことやっていて、どこに会社があるのかとか、どのぐらい従業員いるのかって書いてますよね。ここからですね、頭に入れていただきたいのは、事業っていうのが、大体企業ってセグメントっていうふうにこう分かれてるんですね。例えば、何々事業と何々事業と何々事業みたいな。じゃあ、それって何なのかなって、ちょっと考えながら見ていくと、制約支援事業っていうのが、人材支援っていうのと反則支援に分かれてんだと。いうのが書かれていて、就活会議とキャリアパークっていうのが合わさって人材支援で、一方で反則支援っていうのもやっていて、あ、こういうのをやってんだってここで知るんですよね。で、売上の比率も実はそっちが大きいんだって、なんとなくそれを頭に入れながら、どうやって稼いでんだっていうのは、一番簡潔にまとめられてるのは決算資料なんですよ。じゃあ次の、その IR っていう、さっきの投資家向けのページに戻っていただいて、IR ライブラリーって大体どの企業もあるんで、そこを押していただくと、決算説明資料ってありますよね。決算っていうのは3ヶ月ごとに出すんですよ、企業っていうのは。で、その四半期っていうんですけど、一番分かりやすいのがこれ1年間、4月から3月の1年間のものが一番資料も充実してるんで、この会社でいうと2023年5月に出てる3月期通期の決算説明資料、これが一番多分分かりやすいんですよ。で、これを開くと、その1年の会社がどうやって稼いだかっていうのが出てるんですね。
でこれが売上の全体で100万円で書くんですよ、決算書って。だから100万円っていう風な書き方になるんですけど、113億6400万円っていうのが売上収益っていうか売上全体です。でその中の人材支援っていうのは37億円で、販促支援っていうのは68億円稼いでます。利益の方を見るとこれ事業利益って書いてますけど、人材支援が20億円で事業利益が14億円ってなってますよね。だから利益で言うと人材支援の方が稼いでんだ。で次はじゃあこれって今だけそうなのか過去からそうなのかっていうのを知りたいなって思うんですね。これが多分前社の売上なんですよ。すごい伸びてるなと。今113億なんですけど、その前は70億ぐらいですよね。この会社ってめっちゃ成長してるなっていうふうに思うんですよね。市場規模は伸びてるからもあると思いますし、ものすごいサービスが入ってるかもしれないし、なんでかなって思いながら見ていって、じゃあこれって全社で伸びているんだけど、例えば人材支援がすごい伸びていて、販促支援がひょっとして減ってるかもしれないし、販促支援がすごい伸びて人材支援が減ってるかもしれないし、両方伸びてるかもしれないじゃないですか。それもちょっと疑問に持ちながら、どっちが伸びてんだろうって思って見ていくんですね。これですね、人材支援と販促支援が分かれていてこう伸びてますっていうのがあるんですよ。これ見ていると最近では人材支援も徐々に伸びていて、ただ2022年3月期の第4クォーターから販促支援がいきなりガーンって増えてるんですよ。まあこういう時ってなんか会社を買収したりとか、あるいは会計基準とかなんかそういう決算の仕方が変わってすごく伸びたりすることあるんですけど、そうじゃなかったらサービスがその時ものすごいヒットして増えたりとか、なんかあったんだなっていうふうに思うんですよね。で次はその人材支援と販促支援って言われても分かんないじゃないですか、何やってるのか。じゃあ人材支援って何なのっていうのを知りたいんですよね。人材支援サービスの説明をしますってことで、人材支援っていうのが多分アライアンスっていうのと人材紹介があるんだなと。会社は次どういうふうに今後伸ばしていこうとしてるのかっていうのが次知りたいことなんですね。でこれまでは伸びてきましたと。じゃあ今後どうなんだろうって思った時に見るのが中期計画っていうのを会社っていうのは結構出してることが多くて、このさっきの IR のページに戻っていただくとここにあるんですね、中期経営計画資料っていうの。多分ここに今後どうするかっていうことが書かれているんですよ。中期経営計画って書いてるんですけど、今23年3月期に113億だったのが26年3月期って、まあ、3年後に250億に行くって。問題はどうやってそれ行くのかなっていうことなんですよ。でそれをさっきのセグメント、人材支援と販促支援分けた時にどっちで伸ばそうとしてるのか、それとも両方伸ばそうとしてるのかなっていうふうに思いながら見ていくと、多分どっかに書いてるんですよ。どういうふうにして伸ばしていくかっていう時に、その企業の強みっていうのをどっかに書いてるはずなんですけど、ここを見るとこの会社の強みって3つありますって言ってるんです。でウェブマーケティング、要するにそのお客さんを集客するっていう力と、制約支援組織、集客したお客さんを企業との契約に結びつける、そういう制約のなんか強みがあるんだなと。で制約報酬システムって書いてるんで、まあ、そこのなんかこう報酬のシステムがなんか強いんだなと。で集客して制約して営業力っていうのはやってるので、多分こういうところに強みがあるのかなっていうふうに思うんですね。それを踏まえた上で、じゃあウェブ集客力って何なんだろうっていうふうに思うと、それが多分それを説明してるページなんですよ。ウェブ集客力って人材支援サービスでいうと、キャリアパークとか就活会議、これ見たことあるなと。でそうするといろんな人がこう見れる、そういうサイトを作れるっていうのが多分この企業の強みなのかなっていうふうに思うんですね。制約支援組織って何かなと思うと、まあ、こんな感じでウェブマーケティングで集めたお客さんをまあ制約させるような、インサイドセールスとかキャリアコンサルタントとかコンサル、多分こういう職種があって、営業する人とかコンサルする人がいて、ここでまあ制約にまで持っていくんだろうなって想像するんですね。次、成功報酬システムって何かなと思ったら、成功報酬取引システムっていうのがあって、まあ、制約に応じた報酬体系っていうのをやってますと。つまり広告課金とかじゃなくて、もうとにかく制約したら報酬もらえますっていうのが特徴ですっていうようなことを多分言われていて、そういうので中期計画を伸ばすということがわかるんですね。それぞれのセグメントでどうやって伸ばすのかなって思って下の方を見ていくと、中期経営計画の人材支援サービスはこうしますと。新卒支援市場でのシェア拡大、今新卒支援市場でのシェアっていうのは 3% で、まだまだシェア伸ばせそうだな、でそこでシェア拡大するんだっていうのと、あと新卒会員データベースを活用して20代若年層市場への拡大って書いてるんで、多分新卒支援はこれまでメインでやっていたけど、既卒とか、まあ、年齢層もっと上の人まで増やしていくんだろうな。それでもじゃあどうやって売上250億いくんだろうとか、
で自分だったらそこに入ったら何をするのかなってなんとなく思いながら採用ホームページ行くと、どういう職種があってどういう仕事があるってあるので、その中で自分は例えばウェブ集客が強みなんでいろんなコンテンツ作ってるのでそこの仕事をしたいのか、コンサルタントとしてそのお客さんとそういう学生のマッチングをしたいのか、あるいはお客さんを開拓する営業みたいな多分サービス要員もいてそっちにしたいのか、多分職種が載ってると思う。実際そういうのを想像しながらそこで初めて採用ホームページ行けばいいと思うんです。新卒採用のページ行くと、でここでどんな職種募集してるかなってまず見ればいいと思うんですよ。新卒採用で入りたいんだったらビジネス職とエンジニア職とデザイナー職募集してますって書いてるんで、そういう職種なんだ、ビジネス職ってどういう職種あるのかなって思って見ていくと、事業もこんな感じでたくさんあって、まあ、それぞれこういうサイトがあるんだっていうのが分かりますよね。でそこで集客をして制約にまでつなげるっていうのはこの会社がやってることで、就活会議とかキャリアパークは知ってるけど他は知らなかったけどこんなにいっぱいやってんだっていうのが分かるんですよね。そんな感じでどうやって稼いでるのかっていうのを決算資料を見たりとか中期計画の資料を見てこう考えるっていうことをやると、会社が目指すところっていうのは分かってくるんですよね。で会社が目指すところと自分がこういうことをやりたいとかこういうふうに目指したいっていうところのなんか共通の部分を探してあげると、この会社がこういうことを目指して自分もこういうことをやりたいんで、だから御社でこういうことをやりたいですって話せれば、それがすごい志望動機になるので、単にこの職種を見てこれがやりたいですだけよりもすごいこう説得力が加わるのでいい面接になるのかなと思いました。ということで今回は業界地図編集長の小見さんに受かる企業研究のコツを伺いました。次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。あなたにおすすめの動画と就活会議開発就活対策ツールはこちらから。明日以降の動画も見逃したくないという方はチャンネル登録もお忘れなく。今日も最後までご視聴ありがとうございました。